じゃあ今日はラーメンにします。涼しいので三等区のラーメンですね。旭川豚骨塩です。これをいってみたいと思います。三等価ですね。できました。これは三等価ですね。三等価で野菜をたっぷり、野菜炒め風なのを作って乗っけてみましたけど、豚骨塩ですね。これをタンメン風にしたんで行ってみたいと思います。今日は本気に行きます。美味しい。この三等価いきますね。塩豚骨ですね。旭川系タンメン風にしてみたんでスープいきます。めちゃくちゃコクがありますね。うまい。じゃあ麺いきます。あ、うまい。うまい、これ。完全生麺の麺ですね。ああ、ベストな麺ですよ。一番オーソドックスな野菜も。あ、これはかなりいいですね。タンメンっぽくすると。塩なんだけど、豚骨だから、めちゃくちゃコクがあって。あっさりではないですね、だからね。いや、スープがめちゃくちゃうまいですね。じゃあ最後に行きます。美味しい。雨ですけど、ゆっくり食べます。今日はね、雨降ってますね。昨日アドマチック天国で朝霞やってて、知らない店結構出るのかなと思ってたんですけど、ほとんど知ってたんで、お店とかイベントとかね。一時ね、お祭りでしたけど、ね、あのお祭りはね、ほんと花火があって、今年は花火なかったんですよね。ちょっと花火がね、行きたいんですよね。結構、でかいというか、大きいお祭りなのであり。酒豪橋本環奈に酒類メーカー、酒類メーカーが熱視線ってやつがあるんですよね。まあ、ね、のんべなんて言われてるんですけど、仕事終わりの一杯目のビールが至福のひとときという橋本環奈がついに自宅のサブスクリプション方式のビールサーバーを手に入れたと自ら告白したことで周囲をざわつかせている。まあ、サブスクのビールサーバーってね、まあ、よくあるというか、まあ今でもみんな、ミネラルウォーターもなんでも、大体みんなサブスクですよね。まあいわゆるサブスクってまあレンタルですよね。自分で買うんじゃなくて、無料で置くんですよね。無料で置くんだけど、中身だけを購入するみたいなね。飲む部分だけを購入するみたいな。今年の橋本は初めて主演舞台千と千尋の神隠しに挑戦し、アイドルから大人の女優のイメージチェンジがスムーズに進み、さらなる活躍が期待されている。それだけに喋りすぎあまり感心できるものではありません。女優はなるべく生活習を表に出さず、私生活が神秘的な方が演じる役柄の幅も広がります。しかしそういった声が上がる反面、橋本環奈の上発信に敏感に反応していると言われるのがアルコール飲料メーカー。特に彼女が一日も欠かすことができないぐらいお酒が好きだと公言している。はばからないビール業界と広告代理店関係者は橋本同行に熱視線を送っていると。今酒類メーカーは健康志向ブームやコロナ禍の影響で売り上げを落としています。特に若い女性層のアルコール離れは顕著で、業界の死活問題に発展しかねません。そんな中、あたかも救世主のように現れた女神が橋本環奈です。彼女がテレビで美味しそうなビールを飲むシーンが流れれば、あれはどこのメーカーのビールですかといった問い合わせがテレビ局には複数寄せられるそうです。橋本さんのライフスタイルに興味を持つ視聴者も少なくないそうです。そんな彼女の啓蒙力に私たちはスルーできませんっていう酒類のメーカーの一つです。まあでも、橋本環奈ちゃんはありそうですけどね。酒の CM っていうのは、なんかやってもおかしくない気はしますけど。で、水面下で橋本環奈争奪戦が繰り広げられているらしいんですよ。アルコール類の CM っていうのは25歳未満のタレントは起用できないという、なんかそういう約束事があるらしいですね。それで、橋本環奈は、まだ23歳なんですよね。確かね、橋本環奈さんね。ただ、あと2年ぐらいは、アルコール類の CM には一切出演できないと。サントリー、キリン、アサヒ、サッポロ。これが業界4社トップ
トップ4ですよね。これが水面下でいろいろと動いていると。で、まあ、橋本環奈ちゃんは、あと2年あるんだけど、その関係者、その、いわゆる酒類関係者は、橋本環奈と、さらにもう一人の女優の名前が挙がっているってことですね。それは、週刊誌の主語番付で常に橋本さんと2強と並べられている、上白石萌音さんだそうです。萌音ちゃんが、まあ、萌音ちゃんもね、お酒がね、強いっていうのは有名ですよね。鹿児島の女ですからね。上白石さんは、来年の1月27日に25歳を迎えて、酒類の CM が解禁になります。なので彼女をどのメーカーが認めるかが注目が集まるでしょうねということですね。そっか。今24だから、まあもうすぐですよね。あと半年も経てば、酒のCM に萌ちゃんが出る可能性があるってことですね。これらの意見を精査してみると、橋本環奈が将来の夢をビアガーデンのプロデュースと発言したり、自らの主語ぶりをアピールするのも全て CM 契約のためと感じてくるのは考えすぎだろうか。舞台千と千尋のダブルキャストが、今度は揃ってアルコール類の CM でしのぎを削るのも不思議な光景だと。まあ確かにね。荒垣結衣と吉高由里子が現在のアルコール、類の CM の女王だとすれば、それが橋本環奈と上白石萌音に変わる日もそう遠くはなさそう。なるほど。だからそういう風な年齢制限があったから、まあまあ、いくらね、主語で有名な二人でも、まだ声がかかってないってことなんですね。まあ確かに、荒垣結衣さんとか、まあ吉高さんはハイボール。まあこの人も酔っ払ってるイメージ強いですよね。石原さとみさんなんかもね、出てましたよね。水島、さんも結構長くやってますよね。まあだから結構売れっ子が出るってことなんですよね。ビールの CM とかね。あり得るんじゃないですかね。でもね、橋本環奈さんと上白石萌音さんがお酒の CM ってありだと思います。今日はあいにくの雨ですよ。ちょっと今、外出てるんですけどね。昨日、アドマチック天国ね、見て、朝霞だったんですけど、なんか、なのでちょっと駅の方まで行ってきたんですけどね、用事が終わったんでこれから帰ってご飯でも食べます。